こんにちは、長倉健太です。今日は超一流の二流を目指せ出版記念対談ということで、僕の、師匠であるですね、中西陽さんに、来てもらいました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。こちらこそ。まあ、僕のね後書きにもちょっと書かせてもらった、社事に書かせてもらったんですけど、まあ、中西さんとの出会いがやっぱり僕自身出版業界に入っていろんなことをやらせしてもらったというところでですね、非常に感謝しかないんですけども、今日はそんな中西さんに、まあ、書くっていうねライティングとかそういう文章ってどうやって書いたらいいのかとかネタ探しとかそういうことについてね話を伺っていきたいなというふうに思うんですね。で編集者ってやっぱりそういうものを書くとかもそうなんですけど、まあ、そのライターさんに書いてもらったものを見たりとか、うん、そういう機会が多いと思うんで、うん、まあ、その辺をね、話したいなというふうに思うんですけど、まず、中西さんの紹介をですね僕の方からさせていただきたいなと思うんですけど、フォレスト出版にの前は、まあ、編集プロダクション、フォレスト出版の前身である編集プロダクションにいて、でフォレスト出版が出版社、そのままそれが出版社になってフォレスト出版になって、そう、最初そのブルース・リーの本とかねをこう地道なベストセラーをわね、なんかね、そういうのはそういう話があって、はい、やらさせていただいて、うん、マニアックなね、マニアックな世界を、でも結構マニアの層がさ、はいはいはい、割とあって、割とそれでずっとやってきたっていうところはあって、それでちょっとね有名になったりもしたの、はいはい、で僕はやっぱり中西さんとこう、まあ、意気投合したっていう部分では、やっぱカルチャーとか、まあ、サブカル的な要素を、うん、まあ、お互い持ってて、まあ、そういった話が、そんな話ばっかりしてた、そんな話ばっかりしてたと思うんですよね。で、まあ、ただその後、まあ、神田正則さんとそのフォレスト出版が出会って、うん、であなたの会社が90日っていう、まあ、はい、僕からすると、まあ、伝説的な 名盤というか名著が生まれたわけですけども、うん、まあ、その後フォレスト出版っていうのはですね、まあ、ビジネス書中心の出版社になっていって、それで非常識な成功法則っていう本が出て、まあ、それもベストセラーになって結構伝説になってるんですけど、まあ、その出た直後ぐらいに僕は入社してるんですよ。その頃だっけ、はい、そうかで、うん、あとフォトリーディングの、まあ、速読の本とかも出始めた時に僕は入社したんですよね。うん、だから、まずその神田さんがもう売れてる状態で、僕が入社したと。であなたの会社が90日で儲かるっていうのはですね、まあ、知る人ぞ知る名著で、僕はいつもこうそれはセックスピストルズのデビューアルバムと同じなんじゃないかというぐらい言ってるんですけど、当時ってやはりああいうピンク色の本でありショッキングピンクのカバーであり、で中身がですね、なんかこう中身の口調とかも、まあ、今までのそれまでのビジネス書にない形を作ったと思うんですけど、実際どうだったんですか、その出した時の衝撃。あれはね、まあ、最初そのうちの社長から、はい、そのこんな面白い原稿があるんだけど、こんな面白い人がいるんだけどどうだろうっていう風な感じで、はい、一応担当に、はい、やらせてもらって、面白いですねみたいな感じで、それはちょっと割とさらっとやってたんだけども、はい、後からその著者である神田正則さんと、まあ、編集の段階だよね、はい、それでいろいろ意見を言っていただいて、うん、でそれは何かっていうと、結局神田さんのマーケティングの手法っていうのを全部その本に取り入れるっていう形だった、はい、でそれまでほら出版っていうのは何だろうな文章はこうしなきゃいけないとか、はい、そのページはこういう風になってないといけないとかって結構すごく割となんか古い体質というか決まり事があったんだけども、それをなんか崩していったっていうか、そのマーケティングっていう新しい概念でその本の在り方っていうのを崩していったっていうのは、まあケントの言うパンクっていうかさ、はい、そういうところだったのかなと思うし、あれをやって自分自身も それまでまああまり知識ないにしても編集ってこんなもんだろうなとか、はい、書籍ってこんなもんだろうなと思ったのを結構崩されたっていう気持ちはある、はいはいはい、だから出版界にとってもそうだと思ってるし、自分自身の編集の人生にとってももう非常に大きい本だったし、大きいきっかけだったなと思ってます、うん、実際ビジネス書っていうとやっぱりなんか大前健一さんとか、なんかそういう、そうだね、なんかそのいかにもこのコンサルタント会社の社長みたいな人たちがいっぱい書いてたりとか、あと経済評論家の人が書いてたりとかっていうのが、とか教授とかが書いてたっていうのが多かったと思うんですけど、僕はすごいなと思ったのは、まあ神田さん自身は実際はこう高学歴だとは思うんですよね。ただその後に出てきた人たち、まあその神田さんを中心として神田さんの周りにそのまずパートナーコンサルタントっていう方がいて、はいはい、まあ、そのうちの一人が
岡本史郎さんであり、小坂井圭一郎さんという形で、それが僕のその後の著者になっていただいてベストセラーを出したっていう。最初は岡本さんだっけ？最初小坂井さんです。小坂井さんか。小坂井圭一郎さんのその借りる技術使いすぎてすげえ地味な本を、あの資金繰りの本ですよね。あれが初めて僕が企画して作って、まあ地味に売れたんですけど、でその後に岡本史郎さんの会社がお金が残らない本当の理由っていうのを出して、まあ、それが20万部近くという。あれ結構ホームラン級の。あれは本当に僕自身はすごい、あの自分の中ではすごい、あのもちろんね、あの革命的だったんですけども、でも本当に僕はあなたの会社が90日で儲かるとか、非常識な成功法則っていうものがすごいなと思ったのが、やっぱりそのセックスピストルズのように、なんかセックスピストルズのアルバムもそんな売れてるわけじゃないんですよね。めちゃくちゃ売れたわけじゃないんだけども、そうだね、はい、うん、あれを見て楽器を持ち始めた人 が増えたと。自分でも楽器を持っていいんだっていう、ね、そう、それがあの神田さん あの本だったと思うんですね、はいはいはい、なるほど、俺が書いてもいいんだと、うんうん、そうすると田舎にいたコンサルタントの人が本書いたりとか、うんうんうん、まあ、その後ちょっと消えちゃった人たちもいますけども、うん、なんか変な田舎の親父が書いた本があったりとかね田舎の変な親父が書いたなんか、まああったね、ありましたよね、まあ、汚いチラシ的な、いろんな出版社からそういうの出たよね。そうそうそう、いろんなのが出てってあこんなのありなんだみたいな感じで、うん、ちょっとこうパンク的なね要素はすごいあったんじゃないかなと。何でもありみたいなちょっとカオスなあの空気っていうのはちょっとあったよね。そうですね、うん、でまあそれが僕はやっぱりまずあって、じゃあそれが最終的にどうなったかっていうと、こうインターネットに行って、まあ、情報ビジネスというか情報商材ビジネスに、うん、移行してったと思うんですよね、うん、あのインターネットのそういう今でもあるようなその情報ビジネスみたいなのっていうのは結局何者でもないやつがこうある意味ダイレクトレスポンスマーケティングですよね、うん、神田さんがやってたその90日で推奨して90日が儲かるっていう本で、ね、推奨してたその本の方法をインターネット上でやって、うん、で小銭を稼ぐ、まあ、大金を稼ぐ人もいるんですけど、うん、っていうのをやったのがインターネットだと思うんで、ある意味すげえ影響力だなと思ってて、まあそうだよね、はい、だからその起業とかビジネスをやるってことが本当に誰でもできるっていうのはまさにパンクだったかなと、うん、そうだね、うん、それでまあインターネットが出てきてっていうことで言うと、もうそうだな、もうそれこそ楽器が弾けなくてもいいみたいな、そうです、そうです、うん、そういう形になっちゃって、もうそれは何だろう、それこそあの宅録みたいなさ、はい、そういう世界になって、だんだんそういう風になってきたっていうのが今に至るっていう感じ、ね、そうですよね、だからそれが結局その普通の人が、まあ、マーケティング、神田さんの推奨するようなマーケティングを、活かして、売り上げを上げたと。でそれが最初はファックス DM とかね、あのプリントアウトのニュースレターだったわけですよね。でさらに言うとテープ教材とか、はいはいはい、それをひたすらやってたと思うんですけど、それがインターネットになって、まあ、それでは、まあインターネットニュースレターとか、うん、そういうのが全部メルマガに変わってって、うんうんうん、っていうことでさらにコストがなくなって誰でもできるようになったみたいな感じで、例えばあハードルは下がってったよね。そうですね、例えば本当に、うん、あのまあ、パートナーコンサルタントさんでいうとなんか平秀信さんとかも、うんうんうん、もともとそうだったわけじゃないですか、うん、それが今インターネットでその、ね、どっちかっていうとそういう人だと思われてると思うんですね、うんうん、ネット系の人だと、うんうん、っていうふうになってったりとかっていうのはすごく面白い動きだったんじゃないかなと。そうだね、あと本当に何だろう、あのケンタさっき言ったみたいに物書くっていうのがもうものすごい特別なことであったっていうふうなところをひっくり返したっていうのはあるよね、うん、だからその後のやっぱブログとかメルマガとかみんな書くっていうのもある意味あの辺からだと思うんですよね、普通の人が発信し始めるっていうのは。だからそれも含めて僕はやっぱりすげえ革命だったなみたいな。そうだよな。で実際僕自身そのマーケティングの本だったわけじゃないですか、あなたの会社が90日儲かるって。で僕自身もその出版社入った時にあれが売れてたんで、自分の会社で、うん、マーケティングの本で売れるのかなと思ったら、うん、もう全然売れないんですよ普通は、ね、普通はマーケティングの本なんて売れないんで、うん、それでまあ途中で、ね、あ気づいたんですけど、うん、マーケティングの本売れねえなみたいな、うん、だからあの本っていうのはその20万部とか、うん、多分そんぐらいだと思うんですけど、まあ、実際は本当100万部級のインパクトあったなと。その後のこと考えるよね、ると、はい、うん、まあ、そうかもね。もう究極的には僕がやった本なんか全部あの本に影響されてるので、まあ、1000万部とかで他の人の本とかも含めたら何千万部の影響を僕は与えた本なんじゃないかなと思ってるんで。いやそう、長倉さんはね、あのいやいやいや、みんなどう思ってるか知んないけども、いや本当に愚直にあれだもんね、ダイレクトレスポンスマーケティングの基本を愚直になぞって繰り返してっていう時期があったもんね、まあ、神田さんのそれこそねテープ教材の、うん、何ですか、2割の努力で8割の何とかみたいなありましたよね。コピーライティングセミナーっていうのがあって、まあ、それはもう
テープ、まさにカセットテープを擦り切れるように聞きまくったっていう時期がありましたからね。あれをひたすら聞いてたっていう、ね、うん、いや本当にそういうふうな愚直な愚直にそのなぞりこっぴりみたいなさ、そういうことっていうのがやっぱそれが血となり肉となりって今そうなってるっていうところあるんじゃない。いや、 やっぱ僕が思ったのはその中西さんと神田さんが作ったスタイルを、うん、があるわけじゃないですか、うん、それをやっぱり僕はある意味あのレバレッジかけていったみたいな、うん、そのいろんなジャンルにもともとその企業、まあ、経営者向けの本を作ろうっていうのがフォレスト出版のした、うん、なんていうのかなスタイルだったんですけど、結果的にその後僕がやっぱり、石井博之さんとか友部さんとか、うん、そういう自己啓発とかそっちの方にそのあダイレクトレスポンスマーケティングとかそういった要素の編集技術を持って、うん、そっち側に行って、まあ、ベストセラーを出していって、まあ、巨大、まあ、売上としてはね、うん、本当どんどん大きくなっていったと、そうだ、ね、いうふうになってて、まあ、バックエンドとかもね、そうですね、作ってたしね。でバックエンドも結局その神田さんたちとか、うん、その周辺の人たちのやり方を見て、うん、僕自身やっぱりあこうやって構築するんだと、うん、でやっぱさっきちょっと話に出ましたけど会社にお金が残らない本当の理由の著者の岡本さんとかが、うんうん、あの本を売るにあたってもうすげえ気合い入ってたっていうふうに僕の中で思ってて、まあ、あんま言うとね怒られるかもしれないけど本当にすごいやってたなっていうかというのがあって、なんかすごいあのここまでやんなきゃいけないんだっていうのが学んで、まあ自分自身もね本を売るってことに対してなんかすごい本気になれたっていうのがあります。あでもそうかもしれない。だからあの著者の方がその本を売るためにすげえ気合を入れるっていうのも多分あの通りですよ。そう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 、神田さんも頑張ってたって言ってますもんね。頑張ってたよ、すごかったもん。広告も全部さ、はい、あの出す広告も、まあ、あの会社で作ったのをちゃんと全部チェックしたりとかいろいろコピーもアイデアも出してさ、はい、それはそれはもう、うん、売るためのだって実際その、ね、神田さんってこう人と待ち合わせするときいつも本持ってたみたいなことを話してたりとかしますよね。で僕自身もやっぱそう考えた時にやっぱりこう自分がやった本があったらなんか電車乗る時もいつもそのカバーだけは自分のやった本とかもう地道にやってましたから、わざとタクシーに忘れてきた、わざと本屋で落とした落としたもう少しでも目に触れるようにやれることは何でもみたいな、ね、そう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 、あったよね。僕は本当その時期があったから今自分があるかなというふうに思ってるんですよね。がむしゃらだったもんね、そのいや本当そうですね。それしかできなかったっていうのがやっぱりあったと思うんですよね、そうそう。でやっぱり僕はそのじゃあ、まあそのフォトリーディングの本って、うん、ね、あなたも何ですか、本が10倍早く、あなたも今までの10倍早く本が読める、うん、そうですね。あの本も、うん、その編集者からするとすげえ僕自身は編集っていう部分でいうとすごい勉強になったというか、まあ、あれも神田さんがもちろん監修だったんですけど、うん、なんか編集の仕方として、まあ、翻訳本だからね、うん、ただまあ翻訳本って結構ね、うん、編集力が試されると思うんですけど、うん、逆にああそうかもしれない、はい、でやっぱりそのアイコンの付け方とか、うん、なんかああいうのとかすげえ研究させてもらったなっていうのがすごいあって、うん、その見せ方ですよね、文章中の見せ方、うん、やっぱり同じ文章を書くにしても、まあ、開業どこにするのかとか一行分けるのかとか、うん、まあ、そういうことによってやっぱり 見え方が違うっていうか印象が違う。そうだね、それは本当に何だろう、訳した訳、訳そのまんまじゃできないからね。そうですね。やっぱり編集っていう風なフィルターが人手間をかけないと分かりやすい本にはできないよね。そうだからやっぱり翻訳本はね。そうですね、うん、やっぱりみんな今って多くの人がその文章を書く機会が多いわけじゃないですか、うん、ブログにしてもフェイスブックにしても、うん、やっぱその時にやっぱりその僕らがその文章をどう見せるのか、うん、同じ文章でもどこで開業するかとかどういう文体にするのかによって見え方が違うっていうのをやっぱり僕みんな勉強した方がいいかなと思うんですね、うん、なかなかその視点って編集者じゃないとなかなかないし、もっと言うと編集者でもないんで、うん、ああそうかもね。だから、はい、うまいことを書こうとか楽し面白いことを書こうとかっていうふうには入っちゃうけども、はい、本当はもう それってさ、ちょっとした技で、そうですね、なんとかなるっていうところあるんだよね。でそこってやっぱり多分ある意味その中西さんとかの世代が最後なんじゃないかなみたいな、編集者として、いや僕が入ってきた時、まあ、中西さんも DTP だったと思うんですけど、でも、うん、DTP の時代とはいえまだそのなんかその社食時代をやってた人たちがやってる DTP とか印刷の時代だった気がするんですよね、うんうんうん、ああそうかもね、うんうん、だからそこのなんか丁寧さみたいなのあったと思うんですけど、今って本当にもう DTP、まあ、DTP っていうのはあのパソコン上でその本の編集をできるようになったんですね、うんうん、パソコンで昔は違かったんですよ。で僕なんかは結構雑な方なんで、うん、そのパソコンだったからできたみたいなのがあってそれはそうだ、直前にね、直前に直すとか、ね、そう、うん、そういうのはそうだよね、パソコンじゃなきゃできないよね。もう基本的にもうなんか、まあ、フォレスト出版は異常なこう、うん、
あのタイトなスケジュールで、ね、最後の方やってたんでなんか、ね、あのひどい時はあの、ま、違う前書きとか入れて入稿してましたからね、ダミーでしょ、ダミーをダミーで入稿して直しで本番入れるみたいな、とにかく 白ページは白で、前書きはここで3ページ取りますって言ってそのまま入れるのやめてくださいと、そうそう、なんか埋めてくださいじゃないと印刷の時に職人の手が止まりますからとりあえず関係ねえ、そうそう、とにかくなんか入れとかないとあって言って印刷が止まっちゃうんだって、そうだからそれとかをやってたりとかね、いろいろありましたけど、なんですかね、だから僕はやっぱりその編集者から本の書き文章の書き方とか学ぶっていうのは普通の人にとってすごいいいと思うんですよね。例えば小説家とかライターさんというかライティングとかを職業にしてる人から文章を学ぶっていうよりは、編集者から文章とかを学んだ方が絶対にその見せ方とかそういった部分では勉強になると思うんですよね。ああ、なるほど。やっぱ上手い文章を書こうっていうとやっぱまた違う技術になってくると思うんですけど、でも普通の人上手い文章は僕必要ないと思うんですよ。今ある文章力の中でどういうふうに見せるかだけだと思うんで、だから僕はやっぱりその一番、まあ今ね書く機会が多い人が多いと思うんですよね。で僕自身もすごい多くの人に自分の人生を変えるためには、まあ、情報発信だとか文章を書けとかっていうことをすごい言ってる中で、多くの人がなんか下手くそなんですよね、文章が。だからその時にあのじゃあどういうふうに、ね、文章を書けばいいんだって聞かれるんで、だから僕はやっぱりその本のね、あのいろんな本を見比べるのはいいんじゃないかなと、編集者がどういうふうに凝ってね、あの本を作ってるのかっていう、その文章の見せ方とかが違うのかっていうのの差を分かるだけでも、あこういうふうに、例えばじゃあ2行で開業されてる本と5行で開業されてる本だったらどっちが読みやすいとかっていうのもあるし、どっちが頭良さそうに見えるとかいろいろあると思うんですよ、なんかそういうのをあのみんなに、見てもらえればなというふうに思うんですよね。そうだね、だから見る人を見たら多分俺が編集してるとかってきっと分かる人は分かると思うよ。そうなんですよ、うんうんうん、僕もやっぱり結局なんかホレス出版辞めた時に、うん、やっぱりみんな結構僕のセミナーとか来てくれる人って僕と知らずに僕がやった本を読んでたりとかするんですよね、はいはいはい、だそういうのってすごいなんかある種その、ね、あの音質なのか、うん、ビート感なのか分かんないですけど、うん、なんかそういうのがあのバイブスなのか、そうそう、それがなんかやっぱり編集者のものっていうのは残るんだと思うんですよね、うんうんうん、そこにやっぱりある種そのホレスト出版の僕らその、まあ、初期のホレスト出版のメンバーっていうのはそこにすごいこだわってたっていうか、なんかどっかで自分たちがインディーズだっていうふうにやっぱ思ってたんで、やっぱそのまあね、某ダイヤモンド社さんとかね、ああいうところとはちょっと違うものを出さなきゃいけないってやっぱどっかでこだわってたと思う。どっかまあまあこだわりあったよね、まあ、反抗してたと思うんですよね、なんかあのもうエリートには呼ばれなくていいんだよみたいな、はい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 、そうそうそう、それをずっとそのインディーズ感っていうのを本当忘れないでやってたから、まあすごい面白かったなと思ってるんですね。それは今も今もそうです、だから今僕は電子書籍やってたりとかするのは本当に完全にあんなインディーズねえなっていうか、もう誰の許可もなく勝手に出していいっていう、そうだね、これはすごいインディーズだなと、まさに自主制作、そうです、しかもそれをアマゾンっていうそのメジャーなプラットフォームで他の本と一緒に売れるっていう、あなるほどね、で例えば僕とか担当してる友別さんとかの本を買った人に僕の本が出てきちゃったりとかするわけですよ。あこれすげえパンクだなと思って、そうだね、うん、だから僕はだから電子書籍、まあ情報発信の中の一環として電子書籍の書きを作るっていうのもすごい今推奨してるんですよね、うん、でその時にやっぱりみんな下手なんですよね、文章が。だそれをだからやっぱり僕の中ではやっぱりあのみんなに、あの下手っていうか何だろう、上手い文章じゃなくて見せ方なんですよね、うん、本当にだからどこで開業とかも含めて、うん、まあ、そういうところを編集者はこだわってるんで、そういうところをみんなに見てってもらいたいなというふうに思ってるんで、まあ、その辺についてもね今後いろいろお話ししていきたいなというふうに思います。